これはえげつない。っていうか、この一本でこんな大チャンスをしちゃううーわー、完璧に決まったわ。これは間取り厳しくなりましたね。いや、これはちょっとえげつないな、質が。今あるがもう、エンパペと分かり合ってるスペースのね、疲れ。やっぱ、カルファルが調子良くないよね。判断の部分でね。うおトンネルンもやらかした。うわぁ。 よくビニシウスも落ち着いて戻した。ていうか、ベンゼマすごいな。いや、この一発あるんだもんな。いや、これよく落ち着いて決めたな。外したら批判されるけど、決めるの難しいよね。これ精神状態的にもね。きた。さあ、どっちだオフない。すごうわーベンゼマすごなんでこれ決めんのていうか、戻りっちのあの運び何なんだ すごいね。なんか俺、どっちのチームのファンでもないのに、なんかこう、涙出そうだわ。やばいな。ね、モドリッチのね、絶対疲れてしんどいはずなのに、コース取り完璧だし、これでね、ただ運ぶだけじゃなくてね、スルーパスまで出して、これ、モドリ早かったんだよね、これ、パリがね。うわー、オフないわ。ハキミ残ってるわ。すご。さあ、どうなるんでしょうね。いや、ほんとチャンピオンズリーグって感じの試合だね。 ええー、マジで <laughs> すごいや今バス出したとこちょっと映像分かんなかったねベンゼマすご今すごっって言ってないのバルブエナぐらいだと思いますよこの瞬間に世界中のサッカーやってる人で唯一尊敬してないのここでロドリゴの守備で引っかかってそのままバス出したんだロドリゴともに聞いたってことになるねこれね いや、なんでこれ決めれんのでも。これ、マルキーニョスね、よく対応したと思ったけどね、そこにイベンドメイて、なんでこれをアウトサイドでさ、いや、これ普通に流し込めんのおかしいよね。あんな、普通決めれないのあら、ほんと、戦術じゃないっすね、ほんとに。この試合に関しては、マジで。どんな馬だって、あんなミスあんまするイメージないもんね。であれを決めきったら、ベンゼマよね。やっぱり失点した後、ディエンサーの落ち着きが必要。 だし、うん、あの、落ち着きって、まあ、ボール回しのところっすね。よくね、前線の選手たちは落ち着かせるためにね、ロンドして、一回流れ取り戻しかけたけどね、その中でモドリッチのあの、ボール奪ったーとの敵に囲まれながらのボール運ぶね、あの判断と、スキル肘が、まあ、全部伴ったプレーで、そっからのスルーパスよね。この状況でクロースと変わって出てったカマビンガーのプレーの安定感、すごいね。いやまたね、エル・クラシックは盛り上がる時代になりそうっすね。 バルサにはね、ペドリとかガビとかね、ニコとか、もうそれこそ連携でのことがいって。マドリーにはね、カマミンガがいいって。失点のきっかけが自滅ですよね、パリに関しては。でもその後はもう、マドリーがすごいっすよ。だってあの失点のきっかけもあれをちゃんと得点につなげられないもんな、かなか。普通はビニシウスのホースからね、あの2、2点目になるところ。<laughs> スペースない中で捕まえられると、じゃあ横揺さぶってみたいな攻撃はできないから。 ポチの弱さが見える展開になっちゃいましたよねこの試合のことはなんかこうこのチャンネルやっててみんなとサッカーをしゃべる限りなんかこう一例としてよく出しそうでパリマドリーみたいに1点から全部メンタルで崩れる時もあるからなみたいなどんなスター選手でもさかのぼったらチアゴシューバー、ね、放出したところまで行くっていうのはありますよね <laughs>、うん、だしトゥヘルを解任したところまで行くしさかればまあ、みたいな感じでありがとうございます本当みんなと見れてねなんかこう 思えてなったって言っていいのかななんかこう、鮮烈に記憶に残る試合になりましたね。いや、ほんと人間なんかはね、人間でめちゃくちゃ多くのものを背負ってる人たちですから、それはメンタルの影響で出ますよね。この後は自分のせいで先輩になって生活できなくなるとか、そう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 逆にそういう自分が先輩からと思った人は一点便座、うん、を取ってくれて、よっしゃ、こっから行くぜってなるしね、まあ。みんなでまた見ましょう。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。今日はありがとうございました。 ね、でもパリも本当良かったです。マドリー、おめでとう。バイバイ。